月1日、資生堂から2種のファンデが発売。筆先がカーブしたリキッドライナーは失敗いらずでラインが描ける。最高峰ライン、フューチャーソリューションが進化。クレドボーボーテのルセラムがリニューアル。ゲランからスキンケア発想の下地とパウダーが発売。ポール&ジョーの下地がリニューアル。エピステームから筋肉の炎症に着目したアイクリームが発売。9月2日、ロート製薬の新ヘアケアブランドが誕生。9月3日、なめらか本舗から美容液が発売。9月4日、繊細から化粧水やエイジングケアリップが発売。セザンヌの単色シャドウは宝石のような輝き。9月5日、オーディナリーから美容液が発売。ビタミン C 美容液やトナー、ユニークな形状のリップバームも。植物由来のオイルは肌の潤いを守る。9月6日、アディクションからクレンジングクリームとデイクリームが発売。潤うパウダーもリニューアル。イヴ・サンローランからとろけるリップが発売。ジバンシーからアイセラムが発売。名品フェイスパウダーがリニューアル。サテン質感のリップは滑らかな塗り心地。フローラノーティスからスティックフレグランスが発売。カネボウから新美容液が誕生。ルナソルのオイル美容液ファンデのカラータイプが限定発売。RMK からみずみずしいクリームファンデが発売。スックから充実のアイブロウアイテムが登場。艶やかなハリ肌に仕上げる下地が新発売。天然石からインスパイアされたハイライトも限定登場。セルボークからフレッシュなツヤ肌に仕上げる下地が発売。エストがリブランディング。最高峰ラインが進化。ジル・スチュアートからリップセラムの新色が登場。クリスタルブルームの誕生10周年を記念したコレクションも登場。スナイデルビューティーからケア効果の高いファンデとチークが発売。ディオールから限定コレクションが登場。ユンスから美白と肌荒れケアを叶える化粧水が発売。ランコムのヒーロー美容液ジェニフィックが進化。アプソリュのクッションファンデが登場。ローラメルシエのスティックアイカラーがリニューアル。ローラメルシエの新リップはマットなのに潤う。鮮やかなリップライナーも発売。9月7日、キュレルからヘアケアアイテムが発売。トワニーから光を集めて立体感を演出するファンデが発売。プリマビスタからリキッドファンデとパウダーが登場。崩れにくいアイブロウコスメも発売。9月10日、イプサからクリームファンデが発売。おばじから疲労緩みに着目した美容液が誕生。9月12日、サボンからハンドクリームが発売。シシからナイアシンアミド入りのクレンジングが発売。Bアイドルからハイライトが誕生。9月13日、クラランスからリップバームが発売。マックからコンシーラーが登場。9月14日、ケアセラから乳液とバームが発売。メーベリンからネイビーブラックのマスカラが発売。9月16日、コーセーのキープミストの限定の香りが発売。ファシオからアイブロウアイテムが発売。エレガンスからきらめくパウダーが発売。9月19日、エツセからスキンケアパウダーが発売。9月20日、イヴ・サンローランからスキンケアアイテムが登場。スックから潤いとツヤをチャージするジェルが登場。ディオールからレチノール美容液が発売。メーベリンからアイブロウコスメが登場。9月21日、D プログラムから毛穴ケアジェルマスクが発売。エリクシールから倍速美容液が発売。ベネフィークからナイトクリームが発売。アルブランから美容液ジュレが登場。ケイトからギャラクシーな輝きを放つ限定コスメが発売。2種のフェイスパウダーも発売。水彩からバターみたいなクレンジングが登場。アベンヌから歯科クリームが発売。9月24日イプサから限定のリップオイルが発売。フジコのマスカラの新色が発売。9月28日デューから乳液が発売。ソフィーナ IP から部分用美容液が登場。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録と素敵なコメントもお願いします。